続き続き。ここでプニプニ玉を入れて、少し煮えたらウニを投入。うん、いい調子。あとはちょっと混ぜれば。あれれ、おかしいな、何この色。うわ、ここはキルヘンベル。緑があふれ、教会の鐘の音が響き渡る小さな町。この町に一人の少女が暮らしていました。少女の名はソフィー。亡くなった祖母から教わった錬金術でアトリエを営んでいます。とはいえ、その腕前はまだまだのようで。うう、また失敗だ。ああ、こんなんじゃいつまで経ってもおばあちゃんみたいになれないよ。ああ、なんか錬金術がバーンと上手くなる方法とかないのかな。そしたらすごい薬とか作って町のみんなから頼られてそんなのあったら苦労しないよな。ああ、片付けしよっと。あ、はい、開いてますよ。こんにちは、ソフィー。なんだかすごい匂いだけれど。あはは、さっきまた失敗しちゃって。それよりモニカ、どうしたの？何か用事？ええ、実は頼みたいことがあって。モニカが頼み事なんて珍しいな。どうしたの？さっきホルストさんに会って、山氏の薬を用立ててほしいと頼まれたんだけど、どこに行っても手に入らなくて。ひょっとしたらソフィーなら知ってるかもって思ったの。ほら、ソフィーって一応錬金術師じゃない？だからね。一応は余計だよ。でも山氏の薬か、作ったことないんだよね。おばあちゃんが作ってるのを見たことあるから作れる気はするんだけど。もともと私が引き受けた依頼だし、難しそうだったら無理はしなくていいのよ。うん、大丈夫。困ってる人は放っておけないからね。私に任せてよ。あ、でもちょっと自信ないから、おばあちゃんの本探してみるね。どうしたの？うん、見覚えのない本があって。立派な装丁の本ね。中身はどうなってるのかしら。ちょっと見てみるね。あ、これ錬金術の図鑑みたいだ。でも最初の方だけだ。途中から白紙だな。へえ、そうなの。でね、モニカ、私これを見て思いついたよ。え、何を？山氏の薬の作り方だよ。モニカに頼まれたやつ。本当？作れそうなの？もちろん、素材も足りてるし、今からパパッと作っちゃうね。ええ、お願いするわね。失敗しないように気をつけてね。大丈夫だって、任せてよ。
よし、それじゃあ作ってみよう。お願いね、ソフィー。うん、任せといて。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！よし、完成！モニカできたよ。へえ、すごい！本当に山師の薬だわ。ありがとうソフィー、助かったわ。いいっていいって。私とモニカの仲じゃない。そうね。じゃあ私はホルストさんのところに行ってこようかしら。ねえモニカ、私もホルストさんのとこ行っていい？ん？いいけれど、どうして？ほら、この薬って私が作ったわけじゃない。もし不良品だったら。はい、大丈夫だと思うけど、まあ好きにすればいいわ。うん。あ、ちょっと待って、どうせだからさっきの図鑑にレシピを書き込んでおくよ。モニカ、お待たせ。それじゃホルストさんのところに行こう。ああ、二人ともどうしたんですか？ホルストさん、頼まれた山師の薬を持ってきました。ああ、ありがとうございます。さすがモニカ、仕事が早いですね。あ、いえ、実はそれはソフィーが作ってくれたんです。これをソフィーが作ったんですか？はい。どこかダメなとこ。とんでもない。これほど見事な山師の薬、めったに見られるものではありませんよ。いやはや、ソフィーの錬金術の腕前も上達しているんですね。二人とも、とても助かりました。これは、今回のお駄賃です。いえいえ、急な頼み事をしてしまいましたから、手間賃だと思ってください。それでは、ありがたくいただいておきます。ソフィーも、本当にありがとね。もし何か困ったことがあったら、力になるから言ってちょうだい。それじゃあ、そろそろ失礼するわね。ホルストさん、ソフィー、さようなら。ええ、それでは。今日は
は頑張ったな。お？来るなり想像しいですね。はい、ごめんなさい。って、今本が喋ったよ。はい、喋りましたが。本が喋ってる。落ち着いてください。人だって言葉を発するのです。本が話をしたとしても何もおかしくはないでしょ。そういうものなのかな。よし、一旦落ち着こう。あなたはさっきの図鑑だよね。私が書き込んだやつ。はい、プラフタと申します。名前あるんだ。私はソフィーって言います。ソフィーですね。記憶しました。プラフタさん。プラフタで結構です。プラフタは一体何なの。本です。いや、それはわかるけど、本なのに飛んでるし喋ってるし、なんかすっごく不思議って思って。確かに私は通常の本とは異なります。なぜなら私はいや、私に聞かれても。ねえ、ひょっとしてプラフタ記憶がないの。どうやらそのようです。錬金術に関わりがあることだけは覚えているのですが。錬金術？それなら私力になれるかも。私実は錬金術師なんだ。ああ、存じています。山氏の薬の製法も知らない駆け出しの錬金術師ですね。見てたんだ。今はちゃんと作れるし。あんなもの少し勉強すれば子供だって作れます。でもホルストさんにすごい。私からは特別優れていたようには見えませんでしたが。どうせ私錬金術下手だもん。すぐ失敗しちゃうし、いろんなもの作れないし、おばあちゃんみたいに町のみんなを助けてあげられないもん。うまくなりたいですか。え？錬金術がうまくなりたいですかと聞いたのです。それはもちろん、なれるならなりたいけど。知識の大釜という道具があります。誰でも偉大な錬金術を行使しうる錬金術の知の結晶。それさえあれば、あなたはあなたの願う通りに自在に錬金術を駆使できるようになるでしょう。そんなすごい道具があるの？欲しい！ねえ、それどこにあるの？知識の大釜は。ねえ、プラフタ？まさかとは思うけど、釜について忘れちゃった？そのようです。本当に？ひどいよ。期待だけ持たせといてあんまりだよ。申し訳ありません。しかし全く思い出せないのです。お詫びと言ってはなんですが、私があなたに錬金術を教えましょう。記憶を失っているとはいえ、
あなたよりも錬金術の知識を持っている自信があります。確かにプラフタって賢そうだし、私より絶対錬金術詳しいよね。教えてくれるって言うならお願いしたいかも。はい、それではこれからよろしくお願いします、ソフィー。うん、よろしくね、プラフタ。よし、じゃあ早速いろいろ教えてよ、プラフタ。やる気ですね、ソフィー。うん、いつまでも駆け出しじゃいられないからね。ではまずは調合をしてみてください。調合だね、任せてよ。素材素材、ああどうしました？山氏の薬を作るのに全部使っちゃったみたい。何も残ってないや。なら取りに行く必要がありますね。うん、一応知ってはいるけど、あそこにはプニが出るから一人だと怖いな。あ、そうだ、モニカについてきてもらおう。モニカ？昨日ソフィーといた少女ですか？うん、モニカはああ見えてすごく強いんだよ。なるほど、それなら安心。え、プラフタは一緒に来ないの？はい、見ての通りついていったところで戦えませんので。そっか、わかった。それじゃあ行ってくるね。はい、なるべく早くお願いします。時間は有限ですから。あまり寄り道をしてこられると錬金術を教える時間が減ってしまいます。そうだね、わかった。すぐ帰ってくるからね。こんにちは。今は。元気か？いてくれない？ん？どうしたの？急に。調合で使う素材が足りなくなっちゃったんだ。取りに行きたいんだけど一人じゃ心細くて。ああ、そういうこと。もちろんいいわよ。ソフィーにはフォルストさんの件でお世話になったしね。やったー！モニカ、ありがとう！え？ところでソフィー、身支度はちゃんと整えた？え？身支度？うん、ハンカチとおやつはちゃんと持ったよ。そうじゃなくて、薬とかいろいろあるでしょ？
仮にも魔物が出る場所に行くんだからちゃんと準備しないとダメよ。ああ、そうだね。ちゃんと持ってくことにするよ。頑張れよ。あら、ソフィーとモニカじゃないか。これからお出かけかい？あ、マルグリットさん。はい、これからソフィーの採取を手伝いに。ソフィー、はあ、いいな。今日もお野菜おいしそう。ソフィーはうちの野菜に夢中みたいだね。ソフィー、あ、うん、そうそう、これから採取に行くところなんです。そうかい、そうかい。気をつけて行ってくるんだよ。はい、お気遣いありがとうございます。そういや、うちのバカ息子はどこをほっつき歩いてるのかね。もし見かけたら、私が探してたって言っておいておくれよ。わかりました。見かけたら言っておきますね。それではマルグリットさん、失礼いたします。ああ、それじゃあね。次はどこに行くの？何かし。外に出るのすごい久しぶりな気がするよ。ソフィー、気をつけなきゃダメよ。いつ魔物が出てもおかしくないんだから。わかってるって、あれ、誰かいる？あれって、おーい、オスカー。
あれ、ソフィーとモニカじゃないか。こんなところでどうしたんだ。ちょっと錬金術の素材を集めにね。オスカーは？オイラは植物の観察に来たのさ。ここの植物はなかなか面白い話を聞かせてくれるよ。オスカー、あなたまた植物と話をしてたとか言い出すんじゃないでしょうね。その通りだけど、何かおかしいかい？逆にオイラにとっては話ができない方が不思議だよ。ま、オスカーは昔からこんな調子だものね。今更どうこう言うつもりはないわ。なんかトゲのある言い方だな。あ、そうだ、マルグリットさんがオスカーのこと探してたよ。やばい、配達の仕事忘れてた。このままじゃ母ちゃんに叱られる。自業自得ね。諦めなさい、オスカー。ん？なんだ今の音。あー、トニー！ソフィー下がって。オスカー、戦えるわね。ちょっと待ってくれよ。まだ心の準備が。来るわよ。少し楽ができそうね。余裕の勝利ね。死ぬかと思った。二人とも怪我はないみたいね。ああ、なんとかね。でも急に襲ってくるなんて聞いてないよ。ねえ、オスカ、私たちと一緒に行かない？今みたいにまた魔物が出た時一人じゃ危ないよ。そうみたいだ。じゃあオイラも一緒に行くよ。痛い目に遭うのはごめんだからね。よし、そうと決まったらパパッと採取済ませちゃおう。あ、オスカーも手伝ってね。え、いやそこまでするとは言ってない。ここであったことマルグリットさんに黙っといてあげるからね。分かったよ。よいしょ。よし、これくらい取れば十分かな。はあ、こけ使われた。
どうするのソフィー、もう少し調べていく？やめとこうぜ、オイラもうクタクタだよ。それにあんまり長居するとヤバい魔物が出てくるかもしれないぜ。確かにオスカーの言う通りかも。それじゃあそろそろ帰りましょうか。うん、あ、二人ともアトリエに寄っていってよ。お茶かなんか出すからさ。そう？じゃあお言葉に甘えようかしらね、オスカー。ああ、だけどちょっとだけ休ませてくれ。よし、どこに行くんだい？ただいま。あ、お帰りなさい。遅かったですね。本が浮いてる！それに喋ってる！まさか植物だけじゃなく本の声まで聞こえるようになるなんて。いや、オスカー、今回は私にも聞こえているわ。ソフィー、あなただけでなくあなたの友人も想像しいのですね。プラフタを見たら普通誰でも驚くと思うけど。二人とも、あのね、図鑑に物を書き込んでしばらくしたら本が喋り出したね。夢みたいな話だな。まさかあの図鑑がこんなすごい本だったなんて。私も最初は驚いたよ。だって本が飛んで喋るんだもん。別におかしいことではないと思いますが。いや、おかしいよ。それで、プラフターさん？プラフタで結構です。あ、じゃあプラフタは一体何者なの？あ、モニカ、それ私も聞いたんだけど、プラフター記憶がないみたいなんだ。え、そうなの？はい、覚えているのは名前と少しばかりの錬金術の知識のみです。そうなんだよね。プラフターの記憶、なんとかして取り戻してあげられないかな。記憶ね、なんかきっかけみたいなものがあれば戻るんじゃないの？きっかけか。あ、ソフィー、私思いついたわ。プラフタが喋るようになったきっかけってソフィーが図鑑に書き込んだことよね。うん、多分そのはずだよ。だったら図鑑にレシピを書き込んでいけばプラフタの記憶も蘇るんじゃないかしら。おお、なるほど。さすがモニカ、冴えてるな。ねえ、プラフタはどう思う？ありえない話ではないと思います。やってみる価値はあるかと。よーし、そうと決まったら錬金術の勉強をたっくさんしてどんどんプラフタに書き込んでいかなきゃ。そうね、これも何かの縁だし、何か協力できることがあったら言ってね。ああ、
オイラも手伝えることは手伝うよ。みんなありがとう。おっと、もうこんな時間だ。母ちゃんに叱られちまうから、オイラ帰るよ。じゃあ、私も失礼するわ。ソフィー、プラフタ。うん、またね。プラフタのために頑張らないとね。ええ、期待していますよ、ソフィー。よーし、じゃあ今度こそ調合を始めるよ。プラフタ、いろいろ教えてね。はい、わかりました。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？それじゃあ始めよう。同じレシピでもやり方次第で出来栄えは大きく変化するのです。錬金術の基本は創意工夫、覚えておいてください。創意工夫だね。うん、わかったよ。ところでさ、プラフター、私そろそろ別のものを作ってみたいんだけど。それも創意工夫次第ですよ。え、どういうこと？日常の生活で経験するさまざまな出来事、見たもの、聞いたもの、感じたもの、それらをもとに創意工夫することで新しい錬金術のレシピをひらめくこともあるということです。とにかくいろんなことをやってみろってこと？簡単に言ってしまえばそうなりますね。とりあえずいろいろやってみることにするよ。ええ、ぜひそうしてみてください。少なくとも得た経験は必ずあなたのためになるはずですから。どうしました？よし、何を作ろうかな。
こう。この鉱物、何かの金属が取り出せるかも。この経験、次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなる。面倒だから早く終わらせちまおう。スキアリだ。余裕の勝利ね。よいしょ。ちょっと強そうじゃないかな。終わらせちまおう。えい、や、とりゃ、当たれ、行くわよ。みんな、お疲れ様。次はどこに行くの？
れてきたけど、まだまだいける。取っちゃうよ。よいしょ。厄介な相手ね。注意して。これで大丈夫さ。痛いよ。眠りなさい。植物次はどこに行くの？よし、何を作ろうかな。どうしも、どうしよう。水汲み。材料はどれを選ぼうかな。これで平気かな。よし、やってみよう。うまくいってるよ。よし、いい調子。あ、面白い反応だね。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。できた。レベルアップ。いらっしゃいませ、ソフィー。いえいえ、お安いご用です。また何かあったらいつでも言ってください。それでは早速お願いしてよろしいですか。え、何かあるんですか。ええ、この店は人が集まるのでいろんな頼み事が入ってくるのですよ。ソフィーにはそういう依頼の対応をお願いしたいのです。私で大丈夫でしょうか。あれだけのものが作れるのです。今のソフィーなら大丈夫でしょう。それに私の方でソフィーにできそうなものをまとめるので大丈夫です。わかりました。それならやってみます。ありがとうございます。頼み事の他にもいろんな情報がありますので、詳しく知りたいことがあったら言ってください。どの依頼を引き、
ありがとう。持ってる分じゃ足りないな。外に取り。ありがとう。いらっしゃい。よ、どの噂を。その噂でよろしいです。ありがとう。その噂、あり。その噂、あり。そのあり、そのあり、そのあり、いらっしゃい。それどこに行くの？いいものあるかな？次はどこに行くなあ、ソフィー。いいの？終わらせちまおう。当たれ。や、余裕の勝利ね。よいしょ。厄介な相手ね。注意して。当たれ。ドーン。それ。やったね。勝ったよ。
何が取れるかな。この鉱物、何かの金属が取り出せるかも。よいしょ、なんだか強そう。汗かいた。採取採取っと。厄介な相手ね、注意して。よし、どこに行くんだい。あ、ソフィー、ちょうどいいところに。あれ、モニカ、どうしたの。ねえ、ちょっと時間ある。大丈夫だけど。よかった。ならちょっと手伝ってほしいの。何を。教会の大掃除よ。連れてきました。大掃除手伝ってくれるって。あら、久しぶりね、ソフィーちゃん。来てくれてありがとう。ううん、さ、そんなこと。パメラさん、話は。そうね、うん、結構片付いたね。え、まだまだ残ってる気がするんだけど。今日はこのくらいでいいのよ。あ、そうだパメラ、ここにあるものって捨てちゃうの。そうね、使えないものばかりだから。そうなるわね。じゃあ私ちょっともらっていい。錬金術に使えそうなものもありそうだから。そういうことなら好きなだけ持ってっていいわよ。持っていくといいわよ。それは全部はさすがに悪いかな。ちゃんとお金を払ってもらっていけばいいじゃない。そんなこと気にしなくてもいいのよ。ううん、ちゃんとお金払うよ。
そうね。寄付？ソフィーちゃんがここにあるものを持ち、それならいいでしょ？なるほど。それならパメラさんにもソフィーにもお得な話かもね。うん、私もそう思う。じゃあパメラ、これからたくさん寄付するね。はい、待ってるわ。どれ？これでローマ。なっ。じゃあ、じゃあ、よう、もうどれ、それでいい、毎度。いらっしゃい、ソフィー。こんにちは、ホルストさん。あ、ソフィーだ。久しぶりだね。テスさん、お久しぶりです。しばらく見かけなかったけど、何してたんですか？家のこととか、いろいろかな。まあ、今日からお店に復帰したんで、よろしく。あ、はい、よろしくお願いします。あれ、そういえば、なんだかお客さんもいつもより多いような。それは、あたしがいるからかな。やっぱりお店には花がないとね。ええ、そうですね。テスが戻ってきてくれて、店がまた賑やかになりますよ。売上向上にしっかり貢献しますからね。任せておいてくださいよ、マスター。頼もしい言葉です。期待していますよ。はい。テスさんは前と変わらないね。うん、せっかく来たんだから、ソフィーもゆっくりしていってね。はい、そうします。やっ、いらっしゃ、どの依頼。ありがとう。ありがとう。それ、どう？何か思い出したことはある？
はい、確かに今思い出しました。本当？やったー！ねえねえ、どんなことを思い出したの？私の想定にはアウレギューの皮が用いられています。うんうん。え？それだけ？はい。何かもっとすごいこととか思い出したりしてないの？すごいことですか？ああ、もう一つ。何何？私は閲覧のためではなく、記入していくために存在している図鑑だということです。つまり知識を書き入れてもらうことこそが本懐なのです。よくわからないけど、プラフタにレシピを書き込むのは正しい使い方って？そういうことです。まあ書き込んだら本当に記憶も戻ったみたいだし、よし、プラフタの記憶を取り戻すためにもっと錬金術の勉強が。よし、何を作る。